実質本日の日給が超えました。皆さんこんにちは、俳優チューバーの大川圭吾です。今回はウーバーイーツのベテラン配達員が1日いくら稼げるのかという企画をやっていきたいと思います。僕は今まで俳優としてお金をいただいてステージに立たせていただいている以上、バイトしてる感は一切出してなかったんですけれども、俳優チューバーに転身しましたので、ぶっちゃけます。正直、めっちゃくちゃバイトします。特に今なんて仕事が全くないので、もうバイト三昧ですわ。売れてー！やっているバイトは、Uber Eats の配達員で、別に流行りに乗ったわけではなく、僕は3年前からやってます。それでですね、Uber Eats が流行ってるからといって、ちょこっとだけ配達してみたっていう動画が多い中、僕はベテラン配達員の名にかけて、125cc のバイクで1日いくら稼げるのか検証していきます。それでは、みんなが Uber と言ったら、Uber ワールドしか知らなかった頃から、Uber Eats に肩までどっぷり使ってたベテラン配達員として働いてきます。それでは早速、いつも通り自宅からオンラインにしていきます。バリリーン！早速注文が来ました。でも、ベテランは容易に許可しません。流れがあるので、この流れは違うので拒否します。早速次の注文が鳴りました。ここは完璧の流れなので OK イエス。行ってきまんとヒーヒー。一軒目はスタバ。それでは安全運転で行ってきます。最近コロナの影響で置き配の指定が増えてるんですけれども、僕はこのキッチンペーパーを持ち歩いております。こうすると地べたに直接置かずに済みますし、チップをもらえる可能性が増えます。ちょっと待って、今日暑すぎん？ほら、32度だってよ。夜まで持たんかも。はい、今回もやってまいりました。お届け先に何丁目までしか書いてない案件。お部屋番号が書いてないこともよくあるんですけれども、これ結構ロスになるので痛いっすね。いてててててて。できる男は水分補給。やってまいりました、本日初の2軒持ち。2軒持ちを多くこなせるとスコアが伸びやすいです。やってしまいました。配達完了していないのに配達完了ボタンを押してしまい、届け先の住所が分かんなくなってしまいました。今オペレーションセンターに電話しております。無事にオペレーションセンターの方に配達先の住所を教えていただいたので、これから配達してまいります。ベテラン配達員失格です。10時半から始めて今14時過ぎなんですけれども、4時間弱で7227円でございます。この14時から17時の時間でどれだけ積み重ねられるかによってスコアが大きく変わってきますので、頑張っていきます。はじける恋しよ。5時になったんですけど、始めてから6時間半で13177円でございます。これから最も稼げるピークタイムになりますので、昼夜マスクを変えて頑張っていきます。やべえ、雨降ってきた。ただいま SNS の更新をしております。好きな時間に SNS を更新できるのも Uber Eats のいいところです。朝食パンを2枚食べて以来全然お腹が減らず、今18時半なんですけど、やっとお腹が空いてきたのでコンビニでご飯を買いました。今お店にピックアップしに行ったら、暑い中ご苦労様ですと緑茶をいただきました。こういうの嬉しいっすよね。ただいま夜の8時、私は荒川区にいます。すっかり日も暮れ、涼しくなり道も空いているので最高です。ただいま夜の8時半です。現在の売上は2万904円でございます。1日の最大乗車時間が12時間なので、あと2時間です。お腹を空かせて待っているお客様のために、最後までドライバーズハイになって配達してまいります。こちらに配達しに参りました。働きながら観光地に来れるのも Uber Eats のいいところです。ただいまマックス12時間の配達時間に達しました。そしてこのタイミングで雨が降ってまいりました。最後まで安全運転を心がけて帰りたいと思います。さあ本日の日給はいくらになったでしょうか。帰宅しました。もうしっかりお風呂まで入っちゃってね、疲れはいつも働いてるからそこまでだったけど、もう暑さがやばかった。あと日焼けよ。ここはアームカバーつけてたんだけど袖が足りなくてここだけ焼けちゃったの。あと最後雨降ってきたしね。ということで本日の結果を発表させていただきます。
マックスの配達時間12時間配達した結果、まず配達件数が34件、距離で言うと200キロ以上運転しました。そして日給が27,477円でございます。これが詳細です。オンライン時間は13時間になってますけど、実際に受注して配達した時間がマックスで12時間ということです。これに1週間の配達件数のボーナスを日割りして加算すると、実質本日の日給が3万円を超えました。ポー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 。途中アクシデントがあったり撮影しながらでしたが、ベテラン配達員子さんとして上出来な金額だと思います。ただ雨の日だったら件数ボーナス抜きで日給3万5千円くらいいけると思います。まあ俺はやらないけど。とはいえ僕の戦うフィールドは Uber Eats の配達員ではなく俳優なので、俳優として一刻も早く食べていけるように精一杯頑張っていきます。今回もご視聴していただきありがとうございました。また次回も楽しみにしていてください。それではバイバーイ。チャリーン。